こんばんは。えー、長野市議会議員の小泉和馬です。えっ、ー、と、声は入っていますよね。大丈夫ですね。大丈夫かな大丈夫大丈夫大丈夫ですよね。えー、っと、はい。今日も青木島遊園地関連のお話をさせていただきたいと思います。えー、長野市議会議員のあの議員小泉和馬です。えー、 と、なんか、青木島遊園地にね、子供の声が戻ってきたという嬉しいニュースが入ってきておりまして、えー、それでも、配信しちゃうんですか小木屋さんっていう声がね、今後、高まってくることを小泉和馬は期待したい。皆さん、本当にね、青木島の子供のこと、どうか応援してあげていただきたいと思います。小泉も,もちろん応援しております。さてさてですね、その、声なんですが、えー 画面共有いたしますね。うんうん、えー、っと、これだ。はい。えー、これ、信濃毎日新聞の、今日の報道ですね。10人ずつ遊ぶを自動センターが思行中、あ、これ,じゃない <laughs> これじゃないんだ。こっちだ。こっちですね。えー、長野市土地の買い取りは困難、青木島遊園地巡り、地元区長会から求める声ということで、 えー、長野市青木島町、大塚の公園、青木島遊園地の廃止をめぐり、ね、小泉がお伝えしましたけれども、荻原健次首相と地元区長会が9日に秘密会談、これ秘密会談ですからね、この会談があるということは、えー、公表されていませんし、その公表内容について、長野市役所からは、何らの発表、ないですよね。 で、まあ、あ丸日っていう文書を出していた時もありました。で、今まで、えー、区長会と小木原健二市長の懇談、会談っていうのは3回ありまして、1回目は、えー、と1月25日ですね。1、2、5。で、それで2回目が2月21日、議会の初日前。で、今回、3月9日が3回目。これ全部非公開、非公表です。ああ。 というわけで、まあ、荻原さんは秘密主義ということですけれども、えー、でね、区長会側の出席者から遊園地の借地を買い取れないのかという意見が出ていたことが1日、関係者への取材で分かったということで、市販の毎日新聞、よく取材していただきました。ありがとうございます。で、荻原市長はこれに対し財政的な課題などを理由に困難との認識を示したんだそうです。示したという、だからこれ、あのー、市長、市役所側の裏付けはこれからなんだろうね。 まあ、ももね、えー市長会、市長、市役所側が財政なんだから公園買い取れませんということを公式にコメントするかどうかはまた別のお話でございます。で、これにつきましては、今ね、示したのは、実は有料のコンテンツだから、 え、途中でちょん切れちゃっているんですけれども、まあ、これ続きがありましてね、紙面では、ペーパーベースの新聞ではね、3段になってます。3段記事です。で、北新版に載っていますね。<laughs> で、1日の市議会で、借地に後利用の計画があることを理由に遊園地を廃止すると市長は表明した。 うんうん、でその後の市議会では、知見者と具体的にどのような交渉を長野市がしてきたのか、市長がしてきたのか。で、買い取りは検討したんですかといった質問も出たが、市側は明確な回答を避けていたっていうのは、小泉さんがこのツイキャスでお伝えしてきた通りです。ちなみにこの質問したのは、共産党の野々村博美さんですね。で、小泉の資料を使いながらの質問でありました。で、結果としてこれは結果、 今、聞いてるよね。あの、市長会いやなく、町会も、その、野々村さんの質問を意識してるってことですよね。さらに言えば、まあ、小泉さんも、この、ツイキャスで、えー、こんな質問出ましたと言いつつ、資料も示しましたよね。過去には、長野市役所も、実は、 買取について意欲を示していたことがあるという資料。小泉、これもマル秘資料なんですが <laughs>、もうマルヒ大好きだよねってお話もしましたよね。公園力地から。そのマル秘資料をもう一度ね、共有させていただきますね。よいしょ。これですね。青木島遊園地について3月、うう令和3年7月21日の港北支所に 公園緑地が説明しに行った時の資料で、マルヒ。もうこのマルヒってね、あんまり意味ないんですけれどもね、やめてほしいですね。これ、マルヒってやったって結局情報公開請求すれば出してくるんだからさ、まあけあの。こういうね、もちろん墨塗りはね、やってくるけれども。で、ここに、このね、平成18年と平成21年にそれぞれ、平成18年の時は、畜養房ですよね。 当外地、青木島遊園地の土地を市で賠償してほしい。で、平成21年の時には、これも、だからどういうことなのかっていうのを俺も調べてないんだけれども、若林清美市議、池田清志市議、田中清隆市議の3市議が市長要望したと。で、この時ね、地区要望ってことになってないから、議員が3人揃って要望しに行ったって珍しいパターンなんですかね。 で、池田清さんっていうのは、社民の方ですよね、当時ね。田中清隆っていうのは公明党で、若林清美さんっていうのは、俺、あの、会ったことないけれども、おそらく、親友会系の方だと思います。で、その方々が、えー、幼取得をしてほしいということで、要望されたと。で、えー、平成18年の条約、それから平成21年の市長も、共に同じような答え方で、商材的な取得を目指すが、取得を目指すって言ってるんですよね。 と目は、い、借地による遊園地として利用継続すると回答ということで、で、過去にはね、こういうお話しているのに、まあ、財政難を理由に、えー、今の小木原市長は消極的な姿勢を示した。まあ、だけどね、これ、今こそ買わらなきゃいけない場面ですよね、なぜか。だって、市役所市長の対応がはまずくて、 ここまで混乱になっちゃって、それで地主が、えー、もう、おらへ屋もう手放すだわいっていう話にしちゃったわけじゃないですか。そちょっと、あの、っかく今子供もね、戻ってきてるんで、地主さんどうかちょっとですね、死に売っておくんないっていうのは、むしろ平成18年、平成21年の時よりも必要性が今高まっているわけですよね。で、さらにさらに子供が減っていて人口減少に百姓をかけている中で、子育て環境を ますます充実、充実させていかなきゃいけないっていう中で、なんで今、今でしょうって思うことですよ。いつかをの今でしょっていうことですよね。それをやんない、それを決断しない荻原市長っていうのはどうなんだっていうことを小泉和馬思ったりいたします。えー、で、画面共有戻していきますけれども。でね、えー、これですよ。これはこの間、あ、このこっちやな、ね、こっちはね。 10人ずつ遊ぶ児童センターが施行中廃止決定後も続ける秋島遊園地ということで、実は2月の27日からこういう感じで、えー、子供が戻ってきてる秋島遊園地、児童センターが再び利用を再開しているということで。で、この裏には、もしかしたらね、えー、小泉たちの住民監査請求の監査請求人たちが陳情した。 子供たちが公園で遊びづらいという実態は、権利侵害じゃないですか。子供の遊ぶ権利侵害だから、これをうまく調整しておくんだっていう、そういう陳情を2月20日の時点で上げてるんですよ。だからそれが効いたんじゃないのかな、効いてたら嬉しいなっていうことを小泉たちは解釈として申し上げているところですが、で、これがさらにさらに事態は進行してまして、 これはね、あの、地元の方だと思うんですけども、この世直子太郎さんとこれ、三島幸夫さんのね、まあ、男らしいアイコン使ってますけれども、えー、市長、荻原は、この施工中を視察し、この遊園地の必要性と子どもたちの遊び場がいかに必要かを改めて考えるべきだ。 12日ずつ遊ぶを自動センターが施行中ということで、この記事を引用しつつコメントしてくださっています。これ大賛成ですよね。うん。で、さらにさらに、これはね、今日のツイートなんですよ。2023年3月11日で、青木島遊園地廃止で、今日大勢の子供たちが遊園地で楽しそうに遊んでいた市長を起きがら楽しそうに遊ぶ子供たちの現場見に来いと。 あらあら大変。っていうことは、まあ、今日土曜日だから、あのー、児童センターもやってなくはないんだよね。やってなくはないんだけども、まあ、いつもの日に、平日に比べればね、子供の数は少ないですよ。だけど、大勢の子供たちが楽しそうに遊んでいたっていうことは、自然にね、自然にっていうか、本来の姿を、青木島遊園地が、 取り戻しつつあるんじゃないですか新米さんが子供たち遊んでるんだよっていう記事、写真入れて出してくれた効果が出てるんじゃないですか、ね、あ、遊んでいいんだ、じゃあ今のうちは遊んどこうぜって遊べんの今のうちだからなっていう、そういう効果が出てきているんだとすれば、小泉一馬としては大変いい,だい,い傾向だと思いますよ。でも、もっともね、今のうちだっていうふうに、 小泉一馬としては思っていません。なぜなら、住民監査請求していますから、住民監査請求で監査員が正しい判断を示してくれればね、公園が永続的に今後も機能していけるっていうチャンスはまだまだ残されているというのは小泉一馬の立場ですからね。監査請求している立場も同じですよ。<laughs> だから、公園は廃止やな。公園これからも続くっていうのは小泉の立場ですから、その中で子供たちが利用を また、し始めた。大変いいストーリーですよね。で、これを見たら、そもそも、長野市はどうして公園の遊園地の廃止を言い出したかっていうと、その理由の一つに、遊園地使われてないじゃん。で自動センターももう使わないよって。で、そのおかげで、愛護会も使わなくなったしね、っていうことごとを言い始めてるじゃないですか。で、一番主要な、 理由の一つですよね。どう考えても、自動センターがそれまで主だったユーザーだったんだけども、その主だったユーザーが使わなくなっちゃった。その子供が使わなくなっちゃった。使えなくしちゃった。だから、遊園地残しといたって、誰も使わないんじゃしょうがないねって、借地料だけ払ってんだしさ、みたいな話じゃないですか。だから、これは、一つ理由が、 破綻したっていうことですよ。子供たちがまた戻ってきた。遊べる遊園地を取り戻しつつあるんですよ。もう実際取り戻したと言ってもいいと思う。だからね、地元の子供たちは、頑張って遊んでほしい。<laughs> それ自分たちの権利だからね。俺も一度見に行きたいなと思うよね。子供たちが今どんな感じなのか。あのー、本当にね、いや、これでね、 取り上げるわけですよ。あの、今の荻原の作戦としては4月30日までに荻原は取り上げるって言ってるじゃないですか。その取り上げられちゃうのに今遊ばせておくのは子供たちにとってかわいそうだっていうことを言う人も中にはいるかもしれない。だけど小泉はそれは違うと思います。今ね、遊べるんだったら遊,んで遊ぶっていうのは子供たちの当然の権利ですよ。子供たちは 4月30日で廃止されるなら今遊ばなくてもいいなんてそんなこと絶対に言いません。遊べるんだったら遊びたい。その目の前に遊園地があったら遊びたい。それが子供ですよ。そうでしょそんな分別臭く,く4月30日から遊ばなくなっちゃうなら今から遊んどいたって切ない思いするだけだわなんてそんな分別臭いことを言う子供はいませんよ。<laughs> でね、悲しい思いするかもしれないけども、そのね、 思いをさせるっていうことも小泉は必要だと思います。させるっていうとね、なんか、大がましいけれども、そういうね、ことがあったんだなってことを覚えておいていただきたい。悲しみとともに。ここにかせて遊園地があったんだっていうことを。だけど大人が取り上げたんだと。とそんな世の中に俺たちはしねえぞと。そんな大人に俺たちはならねえぞと。そういう思いをね、も子供たちに胸に刻んでいただきたい。と、俺は思う。 だけど、俺は重ねて言うけれども、青木島遊園地は終わりだとは思ってないからね。で、あのね、そうそう、それでさ、えっ、ー、と、金曜日にね、また小泉は電話して確認したんですよ。こうあの公園緑地課長のところに。で、4月30日に地主に返すっていう言い方してるけど、4月30日廃止っていうことでいいんですかねってで、今までの言い方だと3月31日廃止だけど、 で、4月30日に廃止を伸ばすという言い方はしてないんですよね。厳密にだから、そういうことなのかなってき、確認で電話したんです。そしたら、あ,あそんなことを言いましたかそんなこと言ってませんよね、みたいなことを。<laughs> 公園緑地課長を返してきて、いやいや、何言ってんの新聞も書いてるじゃないですか。新聞読んでないの議会でも答弁してるじゃん。議会で答弁したから新聞記事になったんじゃないですか。あ,あ、そうなんですか、みたいな話なんですよ。 おい、だからさ、その程度の意識でやってるの公園緑地か。で、あの小泉正月、コンコンと、あの、経過を説明して、あそうでしたっけそうですね、4月30日廃止です、みたいな。<laughs> 軽いんだよね。<laughs> なことに軽い。で、あのー、遊園地のね、閉鎖の時期はじゃあいつなんですかとも聞きました。あの、工事に入る。 とすれば、閉鎖しなきゃいけないじゃないですか。で、閉鎖するとすればいつなんですかそれは決まってませんって言ってました。だから、まだまだ様子見なのか、あるいは腹の中に決まってんだけど言わないのかって、そのどっちかだと思いますけどね。まあ、おそらく、4月11日が、監査委員会の監査が遅くとも出る日程だから、もうすぐ4月12日以降に、発注かけて、 で、後期の確定していくっていう花なんだと俺は思いますよ。うん。だそれにも対抗していかなきゃいけないよね。ふざけんなって <laughs>。で、あの、皆さんもね、あ、これ、これ、あれかなミスてなかったかなこの画面。画面共有しときますね。これね、これ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 。これ、世直し子太郎さんが青木島遊園地林今日大勢の子供たち、3月11日、 楽しそうに遊んでいたとだこういうね、事実がもう出てきている。で、廃止の理由、うーん、公園が利用されなくなったっていうのが破綻してきている。そしたら、もう遊園地廃止しなくていいじゃないですか。で、買い取りしてね、長野市の責任なんだから、ここまで。話を大きくしたのは。で、地主が売っちゃうって言い始めたのは長野市の責任なんだから。ちゃんと長野市の責任取って、 小木原さんのサラリーを削ってでも買い戻していただきたいと思いますね。買い戻すっていうか、あのー、遊園地の底地の買収をかけてもらいたいと、小泉一真さんは思います。うんうんうん。で、えっと、議会の方なんですが、議会の今後の日程をね、ちょっと皆様に説明しておきますと、あ、これ主な市長日程じゃんね。委員会開催日程はこちらですね。 委員会開催情報。で、委員会等の開催予定ですが、あのね、委員会っていうのはね、誰でも傍聴できますからね。傍聴したい方は、長野市議会事務局にお申し出いただければ傍聴できます。で、えっとね、うん、福祉環境委員会っていう委員会。これ小泉和馬もいる委員会です。で、 3月13日月曜日。あれ違うな。あ、いいのか。3月13日午前10時子供未ライブ。うん。子供未ライブの中に子供制作課ありますので、青木島児童センター関連の質問はここで出ると思います。えーと、だから10時から12時だね。 午前中で終わっちゃうのかなこれ。子供未ライブ。午後にもかかるのかなどういう予定で組んであるのかわからないけども、13日は子供未ライブだけの集中審査ですので、この時、えー、青木島遊園地の話が出てきます。まあ、午前になるか午後になるかちょっと微妙だね。わからないけれども。あの、あれですよ。YouTube でリアルタイムの発信もやってますので、どうか皆さんもそれでもいいからね、見てくださいと思います。 で、一番いいのは傍聴にしに来ていただいて、えー、市民のね、関心の高さを示していただくっていうこともあるといいなと思っておるところでございます。で、場所はね、長野市役所第一庁舎の第一第二委員会室でございますので、ぜひぜひ来ていただければありがたい。ご関心を持って見つめていっていただきたいと思いますね。それからね、 建設金融委員会、あの公園緑地下関係。だから青木島遊園地って言ったらこちらの方でやりますからね。で、都市整備部なんですよ。都市整備部関連ですから。で、令和5年3月14日火曜日の午後1時から都市整備部で審査が行われるということなんで、ぜひぜひおいでいただいて、請願調査も。そうそう、請願あるんですよね。あの、 カメラにしますね。正眼があるって皆様にお知らせしたじゃないですか。えっ、ー、と、青木島遊園地の、廃止の見直しと、それから、えっ、ー、と、子供の権利侵害があるんでね。それをきちんと正していってくださいと。という、今、うちの奥さん入ってきましたけども、ね。<laughs> あの、そういう、えぇ、ー、正眼が出てます。で、その審査が、 えっと、いつだったっけ令和5年の3月の、三月の14日の午後1時です。で、この時ね、ま、一発で請願審査やるっていうんで、これもね、一つの見どころになってきます。これを議会がどうさばいていくのか。まあね、正直言って、 採択されるのは微妙な情勢だと思います。採択されないかもしれません。採択されないのはされないで、誰が潰す議員なのかね。それもよく見ていっていただきたいと思います。まあ、おそらくね、あのー、市長がね、なんか総合的に解決していくみたいな話出してきたじゃないですか。青木島児童センターの機能を青木島小学校に入れ込んでいくみたいな。で、小木原ビジョンみたいなこと言い出したじゃないですか。 <laughs> で、あの、そんなことも出てきたから、青木島遊園地は廃止でいいんじゃないかみたいな話になってっちゃうんだと思いますえ。特に親友会、公明党の関係ねで。だけど、だからいいじゃねえかじゃないよね、それ。公園は公園、遊園地はね、遊園地公園は、あの、児童センター、放課後子供プランとは違うお話なんで、誰でも使える。で、あのー、保育園もね、使ってたわけですよ、かつては。だけど、 なんとなく、某オタクが使っちゃいけないみたいなことを言うから、使いづらくなってきちゃったっていうところもありますよね。だから本当はね、保育園の子も児童センターの子も、それ以外の子供も含めて使えなきゃいけないんですよね。で、なんかベビーカーを引っ張ってってね、遊ぶところがないんだっていうこと、声も出てきてるらしいですよ。だからそういう方は、 まあ学校の校庭っていうわけにもいかないでしょうよ。なんかサッカーボールポンと蹴っ飛ばしてるようなところにね <laughs>、ベビーカーをしてこうやって行くんですかっていう話じゃないですか。だからそれはちょっとね、現実的じゃないから、やはりね、1300平米、青木島の中で唯一のね、1300平米というまとまった土地がある青木島遊園地、きちんと残していくことは、その児童センターを 小学校の中に入れてくって話とね、必ずしも矛盾しない。むしろ両立させていくべきだとは思いますよ。うん。あの、両立させていくって言ったって、その青木島児童センターを青木島小学校に入れ込んでいくことが本当に現実的で無理なく運用運営できるのかっていうところはもちろんチェックかけていかなきゃいけないですよ。で、えー、この議会の小木原市長の答弁ぶりはどう思うそれが怪しいんだよね。で、余裕教室使うとか、 言ってるんですよ。あの、荻原市長は。だけど、余裕教室なんてないんですよね。実際のところ。これは今もないし、で、新年度もない。あの、秋教室ができる見込みはないと。青木島小学校については。そういう回答を、まあ、議会の外ではあるけれどもね、学校教育課だったかなうん、学校教育課だ。学校教育課の方から得てありますよ。小泉としては。 だから、じゃあどうやってやっていくのと、その児童センターを、秋島小学校の方に機能移転していくつったって、空いてるスペースないじゃんね入れ込んでいけないじゃんねって、そういうことなんですよ。で、それを実現するとしても、ハード整備が必要なのか、じゃあどうやってやっていくのかっていうのはね、検討、まだまだこれからなんですよ。でもまだまだこれからなんだけども、そんな海のものとは山のものともわからない、絵もどこにかけてないようなもののために遊園地潰していいんですかっていうこともね、議論されなきゃいけないです。 というわけで、あの、請願審査にも皆さんご注目いただきたいと思います。それからですね、まだ議会日程の話続けていたしますが、でね、えー、これですよ。これは、えっ、ー、と、議会のに全体の日程、さっきの委員会の日程ですけども、昭和5年、ね、3月政令会会期日程ということで、3月20日がね、最終日なんですよね。 で、委員会も審査も終わって3月20日にみんな集まって全員集合で、えー、採決していきましょうねっていうことです。で、これ、ね、午前10時からやるんですけれども、最初はね、あの、委員長報告って言って、委員長さんが、うちの委員会じゃあこんな話が出たよって、こんな話にしましたよっていう、そういう報告が出まして、で、それに対するしすぎっていうのをまずやって、それから討論採決っていうふうになっていくんですけれども、この、 質疑討論採決は午後になります。で、通常だと今までの、うん、やり方だと午後の3時からですよ。だから皆さんがもしね、議場に来て見てみようとか、あるいはインターネットで視聴してみようと思ったら、午後3時から見ていただけるといいかなと思いますね。で、さらにさらに、えー、っとね、17日に小泉の政治倫理審査会が 開かれようとしています。えー、あの、非常にめちゃくちゃなお話ね。えー、市長が議会を脅し上げて小泉を何とかしろと、小泉を止めろと。はいって言うんで政治倫理審査会が開かれていくという、そのとんでもないお話ですが、その第1回目、第2回目終わって第3回目があって、小泉は本格的に弁明書を出して弁明していく。弁明って、弁明しなきゃいけないようなことないんで、 俺はみんなに説教しようと思いますけどね。おい議会こんなんでいいんかい <laughs> 市長と同じでいいんかい市長の暴走を止めるのが議会じゃねえんかいってことをちゃんと言っていきたいと思いますよ。で、小泉は天地新明に誓って政治倫理審査にかけられるようなことはしていませんからね。だって考えてみてください。前にも言ったけど、うーん、統一協会で付き合いがあったってことを告白した議員がいるじゃないですか。4人確かいましたよね。 誰だっけ青木俊明、グレート・ムチャ、それから松田洸平と、あともう一人誰だっけもう一人いたよね。うん。青木俊明って言った <laughs> グレート・ムチャ、青木俊明、松田洸平、あ,あれだ、あの、北沢哲也さんだ。ね、この四人は、えー、っと、統一協会との付き合いがあったってことを、 議長が言えって、そういうことがあった人は報告しようって言っても、1ヶ月以上ほっといて、議長が痺れきらして、もう一週間以内にやってよねって言ったら、やっと、実はっていうことで、告白したじゃないですか。そういったところって、政治倫理審査なんか全くやられてないですよ。で、さらには、えっ、ー、と、議場を離れて、本会議やってる時にね、議場を離れて、支持者のみんなとピースしたかどうかは知んないけれども、記念写真撮っていたと。 そういうとんでもない議員についたって、政治倫理審査なんかやってないですよ。で、さらには、うん、あの、松木茂森さんですよね。なんか、金品、金目のものを配ってたっていう話だって、政治倫理審査かけてないじゃないですか。やめちゃったけどね。やめちゃえばいいんですか <laughs> おかしいよね。で、いっぱいやって、運転しちゃって、 議会辞めた方もいますよね今、選挙の禊ぎを経て復活してるけれども、その当時、その方を政治倫理審査にかけようなんていうことを言った人、一人もいなかったですよ。で、さらにさらに、持ッツカノブルは、小泉はおかしいじゃないかと。なんで、税金でね、公金で、公のお金で、プライベートの宴会やってるんですかって、長野市議会も長野市長もやってましたよね。これは、千曲衛生施設組合の公費飲食事件、新聞にも載りましたよ。 それでみんなにお金返してくださいと小泉が言ったら、いやいや返さない。お前が議会の日に怪我したから、懲罰動議だと。俺、俺なの <laughs> だからそんな程度の話、政治理に審査もね。だからそんなのね、笑っちゃうから、小泉は、全く怖くないです、はっきり言って。まあ、議会の手楽、手楽。それから、それ以上に、青木島遊園地、それから子供のこと、今後も皆さん関心を失わずに、 見つめていっていただきたいと思います。小泉からのお願いです。ここまでで今日は終わりとします。ご視聴ありがとうございました。